Marvelous! トジヘナ、気づかれよ我が町、石川の光を示す。さあ全てを飲み込んでやろう。受け取るがよい。ダウンセントプロデュース。炎の行くぞ。最後の戦いだ。胸部のコアに魔力が集中している。あれを破壊すれば、あるいは焦らず攻撃のチャンスを伺え。必ず勝機はある。変幕の飾りとなれ。花と散れ。ふっ、財産なんがよい。見とれよ。ロサイクツツ。はっ、神父に染めよう。天幕よ、落ちよ。ロサイクツツ。ふっ、炎のバラ。今だ！胸部のコアを攻撃しろ！この運命、そなたと共に開くがよい！はぁ！ギガエイクトゥス！攻撃の効果が薄い。胸のコアは奴の防御システムでガードされているようだ。セファール相手にダメージを与えるとは、さすがは神王だが無駄なこと。わずかでも攻撃は効いている。効いている以上無敵ではあるまい。よし、ムーンクランチの攻撃で奴の防御システムがダウンしたようだ。反撃のチャンスというやつだ。君のありったけを叩き込んでやれ。ムーンクランチなら奴の防御を貫く。メガリアの力を使うんだ。見ているがよい。やっはやっはやっふっはふっやっはやっふ。愛の力、思い知ったか。ふん、さすが。とろける時だ。聞いてはいるが、あの巨体だ。先は長いぞ。気を緩めるな。なんという力だ。エリアが反壊してしまったぞ。これ
それがかつて地上を滅ぼした巨神の力だ。だがまだまだこんなものではないぞ。周囲を破壊しただけ魔力が増大していく。これからが本番ということか。危ない。準備を。
閉じへな。気づかれよ我が町、星屑の光を示せ。さあ全てを飲み込んでやろう。受け取るがよい。ダウンセントプロデュース。褒めてよいのだぞ。さあしよ。
セイバーではこういった結末になるのか。三人目のレガリア所持者が消える。最後に精神だけが残る。サーバントではない。マスターであるお前をこそ、真なるレガリア所持者とムーンセルは選んだ。だが消える。ああして肉体が消えた以上は。これぞ正しい痛み分けですね。私はセファールを失った。ベルバーを正しく太陽系に導くビーコンであった、あの怪物を。ああ、まったく。そう簡単にはいかないだろうと自分に言い聞かせていましたが。わかっていても憂鬱ですね。これで一からやり直さないといけなくなった。アルキメデス、貴様、貴様は、許さぬぞ。弱き様だけは許しておかぬ。アルテラは戦いをこそ求めたが、決してあのような破壊は望んではいなかった。それを、それを貴様は！おやめなさい。英霊としてのアルテラと戦い、セファールと戦ったあなたでは無理だ。一切の魔力も残っていないでしょう。アルテラの宝具に耐えた際、レガリアの王権を随分と酷使もした。最後の力さえ、今の戦いで振り絞った。いかに情熱だ愛だと歌ったところで、燃やすものがないのなら増評以下だ。私が手を振るうまでもない。それとも死にたいのですか？あなたのマスターは直消える。それに準じるというのなら、手伝ってあげましょう。悔しいのでしょうね。それは私も同じです。心底から頭痛がする。セファールが消滅した今、ベルバーはこの太陽系へのルートを見失った。ここに餌があると発信する者がいなくなってしまった以上、他に候補となる星があればそちらに流れてしまう。何？では、優勢とやらはもう。ああ。ムーンセルは賭けに勝った。セファールそのものを滅ぼす目があるとは、ムーンセルも想定していなかっただろうがね。逃げるのか、アルキメデス！逃げる？戦えばお前たちを皆殺しにできるというのに？言葉は正しく使うのだな、セイバー。私は帰るだけだ。何しろここにはもう用がない。あと数時間で、未明事象の保管地点、クォンタムタイムロックがかかってしまう。その前に次の仕事に移動しなくては。君は勝利したが選択を誤った。その対価を、もう覆らない未来で払うがいい。私はこの世界から消滅する。ここでは叶わなかったが。
レガリアの完全なる破壊と、ムーンセル中枢の陥落を、次こそ完璧に果たすだけだ。待て！無駄だ。疲弊したレガリアでは、私のスライドは阻めない。スライドだと？何を？という顔色か。ダメだ、瞳を閉じるな。そなたの手、こんなに。冷たい。嫌だ、ヒロは嫌だぞ。そうしゃ、許さぬ、瞳を閉じるな。まだ精神のそなたはあるのだ。だからまだ。それに、レガリアは一つだけが残ったのだから、冒険が戻るに違いない。だから、まだ終わってはいないのだ。諦めるのは早すぎる。今日一人にするな。奏者よ、そろそろ目覚めたか。レガリアは一つっきりになったのだ。
それでな、まさかのことが起きたのだぞ。王権の修復がなされたのだ。これにより、要は真にセラフの神王として認められた。めでたいであろう。さあとも、認められたのだ。修復された王権を用いて、要はな、要は、そなたの精神を復活した。やがて、今なおどこかにいるはずの魂と、そなたとは、見えぬ絆で結びつき、喜ぶがよい。天皇隊は、かろうじて再生を果たしたのだ。再生したのだ。そなたは、もう、大丈夫なのだぞ。だから、もう目覚めてもよいのだ。世の奏者、目覚めて、起き上がって。ほら、今にも目に笑いかける、そなたの姿が見える。これまでのような前のめりさはやや減って、ちょっとじれったい。いつもの奏者が戻ってくる。それは、今か、10秒後か、10分後か、聞こえておろう。奏者、世の、大好きな、大切な、愛するもの、良いのだぞ。いつでも目覚めよ。そして、いつか来たる、魔の星など、共に、打ち倒してくれよ。奏者、世が共に戦うのは、もはや、永遠に、そなただけなのだから。奏者よ。そろそろ、目覚めてもよいのだぞ。許す。余は、特にそなたには寛大なのだ。すべて許す。だから、
目覚めたか、奏者よ。真にそなたは目覚めているわけではない。今も、真のそなたは玉座にて眠りたゆたい。その時が来るのを待っている。ここはそう。いわばそなたの夢の中のようなものだ。よくわからぬであろうが、わかるか？嬉しいことは、言ってくれるのだな、愛しき奏者よ。ならば、余も答えよう。さあ、夢の中で何をもなしてみせようではないか。この夢の中であれば、かつてのように、そなたは駆け巡ることができる。余と共に、セラフの戦場のすべてを、これまでに戦ってきた戦場があろう。そのいずれでも、再び挑むことができるのだ。さあ、奏者よ。歌方の夢ではあるが、共に、行こう。奏者よ、いちご味は、ダメ、なのだ。奏者よ。休むのであれば、上着を脱いだらどうだ？服のままでは疲れが取れぬであろう。ん？なんだ？その笑みは。余が何かおかしなことを言ったか？それとも、目覚めてなお笑みがこぼれるほどの、楽しい夢を見ていたか？そうか、そうであったか。半呼吸ほど、まどろみに意識を埋もれさせていたような気はしたが。寝顔、すっかり寝入ってしまっていたとは。では、次はそなたの番だぞ。
世ばかりが寝顔を見せたのでは不公平であろう。さ、遠慮はいらぬ。こうして見守っているゆえ、眠りにつくがよい。そなたの寝顔、目覚めを待つ時間でたっぷり目にしたが、何度目にしようと飽きるものではない。とても良いものなのだぞ、王者よ。勇者よ。勇者よ。まだ起きているのであろう？そんなのが勇者よ。少し、矢の近くに来てだな。ここのあたり、そなたの指先で。一人では無理なのだ。勇者よ、頼む。そなたの手は温かいな。指、心地よいぞ。だが、もう少しだけ右なのだ。あ、違う。そこは違うのだ。うん、そなたから見たら、左だな。もどかしいことに世では届かぬ。だから、寝そべりながら食事をとるのは、ローマの貴人にとって常識なのだ。しかし、眠りにつく場所で行うのは、いささか良くない行為であった。セネカにもよく小言を言われたものだ。すまぬ、王者。いや、意味がわからぬ！それでは、ご褒美ではないか！しかし、どうしてもというのなら、やい！特に許す！
優しく抱きしめるがよい。こうしてぴったりと肌を合わせるのは、いつ以来か？そなたはまだ思い出していないが、聖杯戦争の時は、我らの部屋も狭かった。机で作ったベッドの上で眠ったままだ。今では笑い話になったが。ん？勝者よ。眠ってしまったのか。うん。では夜も眠ろう。戦いは続く。次の夜も、こうして笑い合えるとよいな。ムーンセル！エム！完全武装！だが兜は脱ぐ世なので